はようございます。おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は8月14日まあ、お盆真っ只中ですね。はい、はい、でお盆真っ只中、はい、なんですがね、あのもうマンボウとか言ってたのが緊急事態宣言だってね。そうですよ。これの時が伸びたし ね。そうでしょ。うん、だからまあ、あのマテリアルは、はい、またしても休業期間が伸びるという話になるんですが、はい、まあまあまあだからこそこの14日っていうのはね、はい、たくさんの方がステイホームで、そうですね、お家でこれを見ていただいてるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、はい、まあ、14日の次の日は15日ということですからね。はいはい、まあ、日本人にとってはまあ忘れられないというか、まあ、忘れちゃいけない、そうですね、ということになると思うんですよね。はい、太平洋戦争が、始まったのが1941年で、45年の8月15日に、はい、まあ、玉音放送が流れることで、まあ、ポツダム宣言を受諾するということを日本人が知るんですけどね。はい、まあ、実はだからそこになんかものすごいこう裏話があってですね、そのポツダム宣言受諾する、で玉音放送を全国に流すっていう、実はこの数日間でものすごい人の血が流れてたりとかするんですよね。うーん、で、まあ、このことを描いたのが最初が坂東和俊さんっていう、作家の方が、書かれた原作を元にして、はい、岡本喜八監督が映画化してるんですけど、はい、まあ、これモノクロの映画ですけどもね、これでも描かれてますし、あとはまあ原田雅人監督がね、はい、リメイクしたのが、まあ、つい最近あったんですけどね、はいはい、まあ、ここでもよく、大変よく描かれていて、その辺の機微については詳しく、まあ、描かれてる、まあ、映画的に描かれているという形なんですけどもね、はいはい、まあ、あれももうすごい話で、うん、そうですね、やっぱりそのね、ずっとその戦争を主導してきてた、はい、陸軍が、しかもその若い将校ね、はいはいはい、もう要するにそのおっさんらが行けっていう風に教育してきたがために、うん、もう行くのが当たり前と思って、あ、もう止められない、そうそうそう、命を捧げるのが当たり前だと思って、はいはいはい、それも全てその、天皇陛下のためであったり、うん、日本国のため、そうですね、だったりということで、うん、突っ走ろうという若い将校たちが突っ走る先をなくしてしまうっていう、うん、最終的には本土決戦でやるんだっていうところまで覚悟をしてたのに、うん、その覚悟を、裏切られてしまうみたいな気持ちになって結局暴発していくということが、はいはい、まあ、描かれてたりとかするんですけどね、はい、実はあれなんですよね、そうなんです、再現ドラマで、再現ドラマでその辺のことやってはるんですよね、やったんですよね一回原田雅人監督版でいう、はい、堤真一さんが真一さんの役の役、はい、をやらせていただきましたね、はい、もうなんかあっちから言われこっちから言われて、そうですそうです、はい、それをもう何か企みながらどんどん時間をずらしていくという ね、はい、役で、すごい人おったんやなっていうのを思いながら ね、やっぱやってましたけどね、やっぱそういう時には私を顧みずに公のために、はいはいはい、身を尽くすっていう人がやっぱ最終的にこう国を救っていくというか、そうですよね、うん、自分でねやっぱ判断できる時代じゃないじゃないですか本当はね、うん、でもそれをこう、ね、やっていくんですよ、ね、こうやっていくんですよ、ね、これが正しいと思う方向に持っていくというね、すごいなっていうのが思いましたね、いやいやいや、だからまあ役者さんともなるとね、いろんな役演じるじゃないですか、はいはいはい、まあ、だからそういうね歴史的瞬間を演じることもあったりとかするので、そうですね、はい、まあ、なかなか役者の、まあ、ある意味醍醐味みたいなところなのかなと思ったりするんですけど、はい、すごいその熱い思いっていうのがね、はい、やっぱ描かれてる作品だなと思いましたし、はい、まあ、日本人だけじゃないかもしれませんけども、やっぱそういう気持ちってやっぱ日本人ってすごい強いのかなっていうか、なるほどなるほど、こう自分の意思をねこう貫き通していくっていうか、はいはい、まあ、そんな感じでなんかね思って出させてもらった作品かなと思いますけどね。なるほど、まあ、もちろんその戦争ってのを起こしちゃいけないし、うん、人を殺すっていう行為そのものが本来はやっちゃいけないことだと思うんですけども、はいはい、残念ながらそういうことが事実としてあったので、これなかったことにはできないですから、はい、であったということを認めた上で、じゃあ次その起こさないようにするためにはどうしたらいいのかっていうことを考える意味でも、はいはい、この時代のことをねちょっと帰り見てみる、そうですね、で本読むのがしんどい人は、いや、まあ、これ映画見るのもね、うん、岡本喜八版でも3時間ぐらいあるんで、うん、まあまあお尻痛かったりとかするんですけど、はいはい、原田雅人バージョンでも2時間超えてますから、うん、大変重たい
感じにはなりますけども、まあ、年に1回ちょっとそういうことをね考えてみるっていうのもすごくいいんじゃないかなと、まあ、最近ちょっと映画のねお話が続いてますから、はい、まあ、我々的に言えば日本の一番長い日という岡本喜八番なのか原田雅人番なのかちょっと見ていただいたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい、まあ、でもちょっとね話むっちゃ変わりますけど、はい、なんかまあそのね日本人熱い気持ち、熱い気持ち、今ちょっとふと思ったんですけど、うん、熱い気持ちの、はい、熱い気持ちの男の子たちが、お、男の子たち、はい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 、昨日始まりましたけど、ああはいはい、あの収録日のね昨日ね、収録日のね、はい、10日、8月10日、はいはいはい、本当はね9日やったんですけどね、はい、はい、甲子園ですね、甲子園が始まりましたよね、はい、開会式でまた山崎育三郎さんが、はい、歌ってちょっと、ネットで話題になったみたいですね、はい、はい、ちょっと熱い気持ち違いかもしれませんけども、いや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 、そうですよね、まあ夏ってなんかそういうことなんですよね、なんか熱い気持ちっていうところに行っちゃうんですよね、はい、あのやっぱね、その何でしょう、汗を流している人たち、やっぱりね一生懸命さがね、やっぱりプロとはやっぱ違うじゃないですか、ね、違う、そこのプロに行くまでの、ね、選手たちがすごい頑張ってるのがやっぱそのすごいきますよね。いやいやいや、そうですよ、まあ、だからね、この今年の夏ってね、はいはい、あのまあ、今までほらコロナやなんやで全然そのスポーツ大会で開けなかったと、はいはい、去年なんか特にほとんど 何もできなかった、で去年は高校球児たちもだって3年生は最後の夏を迎えられなかったわけですよ、はい、でまあ、あのなんとかその県内大会みたいなのでね、はいはい、ちょっとお茶濁したみたいな感じになってるんですけど、うん、今年ねこの夏はですね、はい、まあ、甲子園もそうですけどその前、はい、オリンピックですよ、オリンピックもね、オリンピックもね結局ね最終的には、メダル総数58ですか、いやいやいや、すごかったですね、あの、まあ、柔道のメダルラッシュから始まって、はいはい、もちろんねこれ開催の是非も含めてね、はい、いろいろ問題はあるんですけども、うん、ただやってる人たちの純真さというかね、はいはい、そこはもう全く何もぶれないものなので、うん、素晴らしい、戦いを見せてくれた、本当に良かったですね、良かったですね、 で、まあ、でね、うん、何よりねあの笑顔がいい、そうですね、笑顔が良かった、めちゃくちゃ笑顔が良かったですね、はいはい、あの特にあのほら、水泳の大橋選手とかね、金2つですかね、うん、すごいことですけども、快挙ですね、もう快挙なんですけど、でもあの取った瞬間、その勝ったって分かった瞬間の、はいはいはい、笑顔がね、またね、良かったですよね、そうですね、はい、で、あの、ボクシングの、はい、あ、ボクシングね、ボクシングのね、はい、あの、米子、あ、違う、米子、米子出身の、ね、そうそう、米子出身のね、はいはい、米子じゃないですね、すいません、ちょっとうちはネタぶち込みましたけど、はい、米子出身の、あの、セナちゃん、セナちゃん、セナちゃん、あの子がね、あの金メダル取った瞬間、またすごい弾ける笑顔で、はいはい、ね、やっぱりその笑顔が素敵っていいですよね、いいですね、はい、はい、まあ、笑顔が素晴らしいというところでですね、はい、言いますとですね、今日も笑顔が素晴らしいのに来ていただいてるんですよ、おー、なるほど、はい、はい、笑ってるよ、なんか、はいはい、くすくす笑ってはるよだから笑顔が素晴らしくないとダメなんですよ、はい、プレッシャーかけますハードル上げます、はい、という感じで、はい、来ていただいて、まあ、プレゼンね、はい、いつものプレゼンなんですけど、はい、来ていただいてまして、はい、笑顔が素敵な、はい、笑顔が素敵です、はい、のお二人がお越しになってますんで、はい、お呼びしたいと思います、はい、よろしくお願いします、お願いします、いやちょっとすごい会話のハンドルの切り方がすごすぎて、私さっきあのオリンピックの話を聞きながら、はいはい、あの映画業界の金メダル取りに来ましたとか、うんうん、結構いろいろ考えてたんですけど、はい、そう来たか、はい、びっくりした今、すみませんね、いきなり喋ってすみません、自己紹介しましょう、はいはい、自己紹介お願いします、そうそう、ね、はい、神戸を中心に役者とかいろいろしてます、田遥です、よろしくお願いします、田遥さん、はい、はい、元町映画館からやってまいりましたスタッフの石田と申します、笑顔が素敵です、どうぞよろしくお願いしますいや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 、もう金メダル級の笑顔がね2人とも揃ってますからね、はい、はい、今日も見事丸を勝ち取って、はい、笑顔で帰っていただきたいなと思うんですけども、はい、今日はですね、何のプレゼンをしに来ていただいたんでしょうか、今日はですね、はい、この真っ裸っていう映画を宣伝をしに来ました、はいはい、宣伝です、がっつり宣伝をしに来ました、そうですよ、もうプレゼンですからね、プレゼンテーションですから、はい、はい、もうがっつり宣伝していただきたいと思います、はい、ですね、はい、なぜまずね、この映画、元町映画館で見る真っ裸という映画なんですけど、そうですね、その話を、今からしていただくんですけど、うん、その前に判定員さん入っていただきます、すいません、よろしくお願いします、はい、
はい、ということで、はい、今からね一応僕があのがなりますんで、はい、がなりが終わったら話し始める。なるほど。あの時間計りますね、10分間。なるほど。はい、という形になってますんでよろしくお願いいたします。はい、それでは参ります。このプレゼンありかなしかスタート。元町映画館、8月21日から上映いたします。真っ裸、まずは、主演の津田遥さんですね。はいはい何で、私が、元町映画館のスタッフ石田と申すんですけども、なぜ、ね、元町映画館がここにいるのかという話からちょっとさせていただきます。2020年の夏に、元町映画館、開館 10年を迎えまして、10周年を記念してちょっと今までお世話になった映画監督に短編をね、持ち寄ってもらって上映しようという企画がありまして、まずそこにお呼び立てしたのがこの今回真っ裸の監督でもある、安楽亮監督と、片山亮監督なんですけども、この2人がですね、短編どころかもう長編作っちゃうぜみたいな、長編作ってもいいっていうの、いいですかって聞かれて、あ、作ってくださるならどうぞよろしくお願いいたしますという形でこの真っ裸が出来上がりました。はい、で、まあ、このね、ポスターのね、こっち側にいるね、女性津田遥さんなんですけども、はい、津田さんは神戸在住ということで。あ、そうです、神戸在住で。はい、安楽さん、片山さんとはどういうご関係でこの映画に出ることになったんでしょうか。私は最初、やっぱあのここ隣にいるあの石田さんに、あの安楽さんの映画を見に来てほしいって言われて、あの元町映画館に全然一回も行ったことなくて全然一回も行ったことなかったんですが、はい、前に出てた映画の上映でこうチラシ配りとかでなんかちょっとだから関係はあって、元町映画館、うんうんうん、でも行ったことなくて、安楽さんの映画を見に来てほしいって言われて、なんか初めて自主映画で自分でチケット払って行ったのが、はい、安楽さんの一人のダンスっていう、それがすごい良くて、うん、なんか映画見てこんなに苦しくなったの初めてで、号泣しながら出てきて、で、あのその時監督も舞台挨拶で来てらっしゃって、で、あのみんなそうサインもらいに上上がるんですけど、泣きすぎて上上がれねえってなったところを、そう、行ってきなよって背中を押してくださって、うんうんうん、で、あの安楽さんの前で泣きながら思いを伝えるほうほう、なるほど。それをずっと安楽さんが覚えてくださってて、はい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 、おお、安楽さん自身も一人のダンスっていう映画が初めての劇場公開の映画で、元町、うん、はい、映画館が東京の次に手を挙げて上映するっていうことになって、はい、上映期間1週間だったんですけど、うん、毎日車中泊して、うん、東京の方なんで、はい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 、神戸で、車で来て、はい、その車で車中泊して、はい、すげえ、毎日舞台にしたんですよ、はいはい、その時にこうずっと来て、なるほど、良かったですこんなにしんどくなったのは初対面グズグズみたいなねもう多分本当にひどい出会いだと思う、すっげえブサイクこいつみたいな感じだ。でもそれをすごい覚えてくださって、はいはいはい、そこから私はすごい安楽さんのファンになって、はい、いつか安楽さんが監督する映画に出たいなって、はい、出れるように頑張ろうってずっと思って、はい、それが現実になったと。ほう。安楽監督と、はい、一人片山監督、はい、2人でこう映画を撮るってなった時に、はい、まあ、神戸の元町映画館のために長編を撮るので、はい、まあ、神戸に来て撮ろうってなって、うん、2人の中で。お二人はどこなんですか？2人は東京。東京、2人とも東京なんですけど、で神戸撮るってなった時に津田ちゃんで撮ろう、うん、津田ちゃんありきで脚本を。おお、なるほど。じゃあもう完全当て書きなんですね。そうなんです。だから、はい、あの夏子っていう役名なんですけど、はい、私、はい、だけど最初は遥かってなってたぐらい、もう本当にそのまんまであの脚本作る段階で、なるほど、私の今までとかをすごい聞いてくださって、はあ、ほお、そんな感じ。僕でもね、夏子でしょ、はい、僕あの、まあ、見させてもらいましたけど、うん、はい、あの思ってたのは冬じゃないですかね、うん、冬の設定で実際に冬に撮影されたんですか。あ、冬です、はい、ですよね、うん、冬に夏子やから、うん、つまり
冬なのに夏子なので自分の気持ちに正直じゃない女の子の役じゃないですか。あ、はいはいはい、今見ていた僕は見ながら自分の気持ちを正直に言えない子やから冬やのに夏子なんかなと思ってた。それ脚本書いてる片山さんから何か言われたことある？これは新発見かもしれない。配給を担当してる私ですら今はーってなっちゃったっていう。だってはるかって名前になってたのにわざわざ夏子にしたんやったら夏子にした理由がある、多分あると思う。そうなんかなと思って見てたんですけどね。そうなんですか今聞かれてますよ監督。書いたの安楽さん、書いたのは2人で書いてるんですけど、あの一番最初にこう元になったのを書いたのは、片山さん。片山さんか。で、片山さんの書いた脚本が、あの安楽さんはあの気に入らないっていう気に入らないとは言えないですけど、ちょっとこう加えたっていう、加えてって、あの2人の作品になったっていう感じですかね。まあでもなんかその2人の作品になったっていうのはなんとなくよくわかりますね。うん、撮り方というか、うん、あのここまでとここからっていうのがなんかちょっとそのやっぱり違うよねっていう部分っていうのがあるので、逆に言うとそれが面白いんですよ。うん、あのなんか統一感があるようでないようで、でもちゃんとあの繋がってるっていうところが、あのこの作品の面白いところじゃないかなと思いますけどね。嬉しいですね。はい、当て書きされてすごく短い期間でとてもミニマムな撮影体制で撮影しましたけど、もうだってあれ半径何メートルで撮ったよ。いやもう本当に全部歩いていける、ね、本当に元町エアカンの周りだけって言ってもいいぐらいで撮ってる、ね、花熊公園のあのスロープ何回出てきたか分からへんし、ね、西本町のね、あの立教とかね、はいはいはい、そうですね、そうそうそう、あの昼間でも真っ暗っていうね、そうですねレフ板どうやって当てんねんとか思ってから技術的なところが ね気になる。そうあのラジオでも言いましたけど、ね、そうですね、そうそうそう3分前、はい、もう終わっちゃいますね3分って結構すぐですね。まあでもほら、あのあらすじについて全く触れてないので、どういう内容なのかをまずちょっと言って、ですね、現実を受け入れられない旬、阿久津旬です、はい、で私これで見た方が分かるんですよね。これね、はい、そうで、なんかあの人からなんか求められる自分になんかこう翻弄されるなと私なんですけれども、なんかある時に2人が出会って、なんかそれぞれの場所で結構いろんな人と出会って生まれながらもうどうにかこう前に進んでいきたいっていう抗う青春ムービーになっておりまして、で私あの夏子とかは私自身が結構自己肯定力がすごい低くてあんま自分を好きじゃないんですみたいなところを脚本を作る段階でも話をしたことがあって、あんま人に自分のこととかちゃんと思いとか言えないし、だそういう自分がすごい嫌で、はいはいはい、でだったっていうのを言ってたんですけど、そのこれに出て撮影し終わった頃にはなんかそうじゃないなって思って、うん、自分のこと嫌いじゃないわって思って、なんかもっと自分のこと大切にしたいなっていうのがすごい気づけて、ほ自分にとってはすごい本当に成長させてもらった。めちゃくちゃ撮影中に女優が成長するというか、ね、その成長の過程もこの撮影の中で、撮影というか、ね、フィルムの中で見てもらえるということですよね。そうですね、はい、本当に撮影期間で自分の心情がこう変わったので、いやでも確かにね、あのラストシーンね、ね、皆さんラストシーン期待しててください。タイトル真っ裸ですから。煽るよ煽るよ俺煽るよ俺煽るよ。それはなんかいろいろ想像が。いや俺だってタイトル真っ裸でしょ。めちゃくちゃ期待していったもん俺。全年齢対象。みんな見る。はい、じゃあ1分前なんで、じゃあ最後ちょっとせっかくなんで、あのはるかちゃんね、マスク取って、はいね、見に来てくださいっていう思いをですね、はい、伝えていただければと、ね、本当に自分の中で大切な作品になって、なんかなんだろう、見に来てくださった方がなんか少しでもなんか自分を見つめ直すきっかけだったりとか、なんか自分を大切にしたいなって思えるきっかけになってくださればとても嬉しいなって思います。元町映画館から大阪、京都もどんどんやっていきますので、ぜひ見に来てください。お願いします。どんどんやっていきますんで、配給元町映画館がどんどん広げていきますんで、そうですね、これであれなんですよね、安楽亮、片山亮、石田亮、石田亮亮で、はい、亮で来てるっていう感じです。
はい、ということで、映画真っ裸ですね、はい、ぜひ皆さん、ご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。だから元町は8月21日からなんですよ ね、 すね、来週からですね、来週ですね、はい、はい、終わってからちょっと行っちゃったんですけど、はい、ということでございました。はい、どんな感じでしょうね皆さんね、いろんな妄想がここで起こっているような気は しないではないので、あ、はい、ぜひその妄想ぶつけにですね、あの答え合わせをね、そうそう、答え合わせ、答え合わせして、あのピッとかって怒ってるやつが外でいたりとかしたら、全部僕の責任です。おぎらさんが全部かぶってくださるということで。でもそういうやつおったら嬉しいな俺。はい、ということでございました。はい、ではですね、まあ、これね、楽しいおしゃべりをずっと続けてないんですけど僕も、はい、なんだったらもうこの後のコーナー全部ぶっ飛ばして、もうはるかちゃんと喋ってたぐらいなんですけど、それをやるとあのいろんな人に怒られるん で、で一応判定に入りたいと思います。見てるぞ、はい、見てるぞ。こら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 、圧圧出されたもん。なんでなんで。はい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 、じゃあ行きますよ。はい、それではこのプレゼンありかなしか判定。あ、やったー、よかった。最初からモザイクで言うとったよ。やったよ、言うとったもん。はい、はい、お疲れ様です、よかったですね。よかった、ね。いやでもね、みんなね、そうなんですよ、最初はみんな、なんか、まあ、罰の方がなんかちょっとおいしいかなとか、ね、うん、言ってるんですけど、この判定って言った瞬間、クッてこう、そうそうそう、肩に力が入るっていうなかなか楽しいんですけど、はい、ということで、まっぱだかのね、ごめんなさい、言えてなくてね、まっぱだかの、宣伝で来ていただいたんですけど、はい、まあ、8月21日、ちょうどね、1週間後、元町映画館からスタート。になるということですよね。はい、はい、まあ、京都南シネヌーボーは9月に入ってからと、そうですね、いう形になりますんで、はい、皆さんまた、ご覧になっていただきたいなと思います。はい、ということで、今日は津田遥さんと石田亮さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次のコーナーいきます。あゆみ、はい、じゃ、はい、おはようございます。おはようございます。お店の情報、なんだよ、いやいやいや、あと1週間で抜けるな、ね、みたいな感じだったよね。そう、マンボウで開けたらもう早速ね、はい、なんか新しいこともね、あのお客様をね、そうそう、もうお迎えしようと思って、このソファーまで入れてね、もう、そうですよ、めっちゃ設備投資してるのにね、できないは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 い、まあまあそれまでの間はなのでしょうがないですからね。はい、はい、でもレンタルスペースとしてはね、そうですよね、ご利用いただけますので、はい、ぜひぜひあの使っていただけたらなと思っております。はい、もう何やったらこのソファー倒してですね、ベッドにできますからね、はい、寝てもらってもいいです。仮眠で使ってもらうっていうね、はい、ゆっくり映画見てもらってもいいです。はい、はい、もうこのでっかい画面で、画面で、はい、はい、ぜひ見ていただきたいと思いますね。はい、はい、じゃあ終わりまーす。ないよね、ないよね、しょうがないよね。はい、はい、はい、さよなら。はい、高橋さん、はい、ありがとうございます。はい、シネマコメンテーター高橋です。はい、シネマ冬のコーナーでございます。はい、はい、あのね、映画もまさかね、はい、明日の愛愛で特集なんですけどね。はい、そうですね、はい、はい、私欠席させていただきます。諸事情で、はい、諸事情でね、ぜひだからこの愛愛のそのね、シネマコミュニケーター高橋博之のレイトなシネマ館だよもですね、FM アイで聞いていただくと何が起こったのか、そうです、ご理解いただけると思うので、ね、もうちょっとね、だから全然だから津田さんと話ができなくて、ね、石田さんとも話できなくてね、なんとここでやっと会えたみたいな感じですね。会えたけど、でも全然すれ違いの話になるんですけどね。安楽亮さんも片山監督もお会いしたことがあって、はいはい、で結局津田さんのちょっとイベントの時に安楽さんが見に来てたっていう感じで、うん、で石田さん取材だったんですけど、はい、その時私参加させていただいたということでございます、はいはいはい、私も高橋亮に名前を変えるとなんか映画出れるらしいですよね。何それどういうこと意味分かりにくいけど、ね、エキストラ頼んでたのに、ね、今回もエキストラ
外されましたんで、ぜひとも次回作は芸名つけます。そうそう、だいぶね、あのラジオの時文句言ってたよ、ね、そうそうね、なんで俺をエキストラに呼んでくれへんかったんやと。一応これ見ていただきますと、どこで出れるかっていうのはね、まだそれも探っていただきたいと思います。今日はだから、あんまり関係ない映画でございます、はい、お盆なんで、はい、原田少年誌、はいはい、幽霊と秘密のトンネルでございますけども、はい、こちら、はい、何年前かな、2006年の8月に公開になりまして、松竹映画であんまり6億しか流行ってないですが、はいはいはい、主演が、菅健太さんね、はい、三丁目の新夕日シリーズで、お母さん役でね、最近離婚しちゃいました、はい、篠原涼子さんね、はいはいはい、いいお母ちゃん役してたんですけどね、はいはい、お母ちゃんは良かったけど、はい、妻にはなれなかったという、はい、関係ないやん、独白独白もう、ね、ね、お盆やからちょっと余念してます、ね、まあ、小山田雅子さんとか出てて、はいはい、三丁目の夕日のね2人が出てて、はいはいはい、北村和さんと出てるんですけど、はい、まあ、こうやってまあ蘇りできた話 で、ね、あの少年がまあ事故に遭っちゃって、はい、いろんな幽霊が出てきた時に、はい、見えちゃうんですね。そう、見えてきて、ほんで、はい、お父さんだっていうね、はい、なの幽霊が出てきて、はい、まあ、それが幽霊なのか、うん、まあ、早めに亡くなった父親なのかということで、はい、まあ、幽霊をもとにして家族の絆を考えるという作品でございます、はい、これね、アニメでもやってたんですよ、うん、そうですね、だからもともとアニメが有名なんですね。だから僕はアニメで見てました。だから映画ちょっと見てないんですけど、はい、はい、でまた機会があればお盆なんで、ちょっとこの機会に見ていただきたいかなと思います。はい、はい、そしてもう一本ですね、はい、こちらは、昨日からですね、はい、全国ロードショー公開でございます。はい、妖怪大戦争しました、ね、ガーリアンです。はい、おなじみのね、はい、三池さんが作ったのかどうかというね、はいはいはい、三池隆監督でございますけど、はい、妖怪大戦争昭和にあって、はい、で令和、平成にあって、で今回令和ということで、はい、これはどちらかというと平成版の続きってね、はい、思っていただいたらいいですね。そうですね、昭和版はね、あの前は時代劇だからね、はい、これはもう全然、ね、はい、子供がね、はい、やってちょっと寺田新太さんがちょっとやかましいかな。そうなんですか。やかましい。やかましい。やかましい。もう公開してるからいいと思うなんですけどね。これまあいろんな方出ていて、まあ、寺田新さんが中心で、はいはい、で安藤作田さんとかね、はい、で先ほどの北村和樹さんも出てて、はい、でこれ大島優子さんね、今話題のね、林健人君とね、ね、犬部の時に発表せんとね、同じ家族愛だよね。犬部の時に発表してもらったらね、犬部がもうちょっと流行ってるのに。でも逆にね、林健人ファンがどう言うてるかって話はある。まあね、パルロの件もございますからね、はいはい、まあそんなどうでもいいですけどね、まあ、これはもうガーディアンですから、もういろんな妖怪が出てきてですね、はい、ほんで、はい、まあ、大魔神とか、ね、大魔神が出てきますね。でもダイモンが出てこない、悲しい。続編ではダイモン出してほしいかなと思います。とりあえずもうこちらもうお祭り映画なんでね、はい、まあ、コスプレ映画ですよ ね、 そうですね、楽しんでいただきたいと思います。はい、前作は意外と20億入ってるんで、はいはいはい、今回も最低20億は、はい、神木隆之介くんがね、うん、まだ少年だった頃に、それで今度神木くん出るんですよね。それなんかサプライズで置いてたらいいのに、うん、発表しちゃいましたよね。はいはいはい、それで見て出てるやんと思って、うん、喜んだら、うん、あのもう完成披露で、はい、僕出てますって、まあ、その辺ちょっとなんか宣伝すればいいのになと思いますよね。うん、はい、あのもうとにかく楽しい作品なんで、はい、見ていただきたいと思います。はい、前半ゴジラでしたけども、後半は、はい、ぜひとも妖怪で楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、今日もですね、盛りだくさんで、はい、来たんですけれども、笑顔の素敵な2人はどうでしたか。楽しかったです。結構スリリングやったよね。結構スリリングやったよね。はい、はい、まあ、これに懲りず、またよかったら何かあったら来ていただければ、はい、ガヤでよければガヤかよ、ガヤかよプレゼンしに来てよはい、ぜひまたお越しください。はい、ありがとうございました。はい、まあまあね、季節というかね、はい、ちょうどね、8月14、今日が14で明日が15ってことなんで、はい、まあ最初に言いましたようにね、やっぱまあ、考えなきゃいけないことはちょっと 足を止めて考えるというのは絶対必要だと思うので、はい、ね、はい、まあ、それをやりつつ、気持ちを一回、リセットした上で、オリンピックを応援すると、はい、で笑顔が素敵な、はい、人が出ている映画を見に行くっていうことね、大事なね、はい、ちゃんとつなげたよ、はい、はい、ということでお願いしたいと思います。はい、はい、それでは、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、また来週。